テレムノイ宮殿が描かれた絵画テレムノイ宮殿とは、ロシアモスクワのクレムリンうちに存在する宮殿。ロシア皇帝の御所としても使用された。英米圏では、テレム宮殿の名称で呼ばれる。クレムリンロシア連邦の首都モスクワの中心部、クレムリンにある宮殿であり、グラノビータや宮殿や、オークレムリンと共に合わせて、クレムリン大宮殿と呼ばれることが多い。17世紀に建造され、 ロシア帝国の歴代皇帝の館として使われた。11個の金色の丸屋根を持つ皇帝専用の教会が付属する。発音によっては、チェレムノイ宮殿、テレム宮殿、テレムノイドボレツとも言う。版画現在、クレムリン宮殿の全体とともに世界遺産に登録され、観光地となっている。この建物は、17世紀にはロシア皇帝の主な邸宅であった。 その名前はギリシャ語のタウイプシロンロイプシロンミューニューニューに由来しているという説も存在し、現在この構造はロシア大統領の皇帝に属しているため一般に公開されていない。しかし外観は眺めることが可能であるため観光客を集めるクレムリン宮殿の中でも有名である。百三十五年から百三十六年に当時のロシアの君主であった ミハイル・ロマノフによって大規模に改築されたこの宮殿はモスクワでのツアーリの王宮となった。その時に建てられたのは今の2階までの部分のみであったが、後の世に16世紀に建設された2階建ての宮殿の上に三余階を増築した。その度重なる増築によってこの暴露のような独特な建築が出来上がったのだった。この宮殿は ロシア帝国の歴代皇帝の御所宮殿だった。クレムリンで少し奥張った場所にあり、正面がテレムのイ宮殿で、右側のリザパラジェーニャ教会である。5階建てで最上階は、寄せ棟作りで紅白の菱形模様の屋根が敷かれている。4階は、控えの間と玉座の間、寝室などがある。最初のロシア皇帝。 ミハイル・ロマノフの命によって1635から36年に宮殿を完全に再建されたため、一階だけが、その元来の宮殿の構造を今に伝える。新しい建物は、ボイヤープラットフォーム、ゴールデンステアケース、ゴールデンポーチ、いくつかのタレットなど、多数の別館と別館に囲まれていたが、ミハイル・ロマノフの要請により、1560年代に、 イヴァン四世の妻のために建てられた隣接するゴールデンザリツァの部屋には、上部旧世主大聖堂の十一の黄金のドームが付け加えられ、聖堂となった。教会は1485年に建設され、皇帝の礼拝所として使用された。内部装飾、テレムノイ宮殿のオリジナルの内部装飾と壁画は、前述したように火災により消失したために保存されておらず、現在の壁画は、 オリジナルのミハイル・ロマノフの時代の図画に基づいて19世紀になってから隣接するオークレムリン宮殿の建設と同時に建物の再建が行われた時に復元されたものである。復元作業は1836年から1849年にかけて行われ、それはロシアの政府のもとに行われることとなった。 1836年から1837年にかけて、フィオードル・ソルン・セフト・ペーター・ゲラシモフの指導のもと、またフィオードル・リヒターの参加のもと、絵画が制作され、色ガラスのついた木製の窓枠、17世紀の洋式の木製家具が作られ、タイルバリのストーブが設置された。1870年代、芸術家、ティモフェ・イキセレフは、金色の背景に絵を描き、 その絵を内装に用いた。宮殿の複合施設には、1360年代の聖母高坦教会を含む以前の建設のいくつかの教会も組み込まれている。現在では、宮殿は5階建ての構造となっている。皇帝とその家族が暮らした、この建物には、レンガの網目模様と色のタイルで鮮やかに装飾された外観を持つ。それは、赤、黄。 オレンジで見事に描かれており、内装も以前は外のように塗装され、豪奢な外観となっていたが、元の壁画は1812年の大火などの連続した火災で消失した。1837年、内装はロシアのリバイバル様式の古い図面に従って改装されることとなった。現在、テレムノイ宮殿は大クレムリン宮殿の一部となっており、 ロシア連邦大統領の皇帝となっているため、特別な許可を取得せねばならない場所も存在する。しかし、大部分の宮殿は無料で見学できるようになっている。クレムリン司令官室の特別許可が必要なものについては、大クレムリン宮殿内のエクスカーションの一環として、見学することができる。19世紀の1992年頃になって、コンスタンチントーンにより、 仮装が改装され、モスクワクレムリンのテレムノイ宮殿のファサードが修復され、ファサードの衣装が変わった。テレムノイという宮殿の名称は、古粒子の言葉で、高級な住まいを意味すると言われる言葉である。また、テレムノイ宮殿の独特な防老型の建造物の屋根裏部屋をテレムと称するとも言われるため、未だに定説は定まらない。ありがとうございます。